突然ネプテューヌとロムが姉妹になったらしいぎ。親切桃太郎。ネプテューヌお姉ちゃん、絵本読んで。絵本なんてダメだよ。いつも言ってるじゃん、ゲーム業界には絵本を超えたもっといいものがあるって。高画質のグラフィック、フルボイスによるシナリオ、絵本にはないサウンド。ロムちゃんが好きな絵本はまさにゲームのことなんだよ。違うの、ゲームでは味わえないの。紙をめくるワクワク感、お姉ちゃんの声、お姉ちゃんの膝の感触、私はお姉ちゃんに読んでほしい。もう私の声が聞きたいだなんて。よし、可愛い妹の頼みだ、読んであげちゃうよ。おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。芝って何？どうして刈るの？それは、芝ってのは破壊を司る破壊神のことだよ。とっても悪いやつ。おじいさんは平和を守るためにそいつを狩りに行ったんだ。おじいさんすごい、伝説の勇者だったのかな。でもそれはまた別の話で、今回はおばあさんが重要だからね。次を読むよ。おばあさんが川で洗濯をしていると、大きな桃がどんぶらこーどんぶらこーと流れてきました。おばあさんが桃を持ち帰ると、桃が割れ、中から元気な男の子が出てきました。おばあさんは桃太郎と名付けました。なんで男の子は桃から出てきたの？そこ気にしちゃうの？あ、そうだ、おじいさんが飼った芝が桃に宿ったんだ。だから桃は大きくなったし、中から男の子も出てきたんだよ。わあ、すごい、おじいさんはもう芝を倒してたんだ。おじいさん勇者強い。でもお姉ちゃん、桃太郎は破壊神の生まれ変わりなの？いや、復讐されちゃう。おじいさんの命が危ない。それは後のお楽しみ。じゃあ続きね。大きくなった桃太郎は悪さをしている鬼を退治に鬼ヶ島に行くことになりました。はあ、もう大きくなったの。鬼退治大丈夫かな。もともと破壊神だしね、3分ぐらいで大きくなったんじゃない。鬼も初めての相手としてはちょうどいいよ。続きね。おばあさんからきびだんごを持たされ、途中で出会った犬、猿、キジにきびだんごを一つあげ仲間にしました。犬さんと猿さんとキジさんはきびだんご好きなんだね、かわいい。ああ、それは違うよ。きびだんごの色って知ってる？山吹色だよ。山吹色？黄色に似ている色？山吹色は黄金の色に似ているんだ。山吹色のお菓子って言うでしょ。犬、猿、キジを雇ったんだよ。つまり傭兵だね。知らなかった。しかも犬さんと猿さんとキジさんが傭兵だったなんて。そりゃあ鬼を倒そうって言うんだから、ただの動物を連れて行っても意味ないよ。それじゃあそろそろクライマックスだよ。早く早く。鬼ヶ島にたどり着き、犬は噛みつき、猿は切り裂く、キジをつつくで鬼たちを攻撃し、桃太郎は金棒を持った鬼の大将を激戦の末倒しましたとさ。みんな強い。そりゃ犬、猿、キジはプロだからね。桃太郎も元破壊神だし、ちょっと悪さをしてた程度の鬼じゃ勝てないよね。なんだかお兄さんたちがかわいそう。桃太郎は鬼にもう悪いことをしないと約束させ、鬼の宝物を持ち帰りました。宝物をおじいさんとおばあさんにあげ、二人は大喜び。めでたしめでたし。グッドエンド。楽しか
姉ちゃん、ありがとう。まあ、持ち帰った宝で桃太郎を封印したとかしないとかってトゥルーエンドもあるけどね。え、気になるお話聞かせて。今日は疲れちゃったからまた今度ね。ロムちゃんもおじいさんのように伝説になるような女神になってね。うん、わかった。私も破壊神を倒せるように頑張る。お姉ちゃんに読んでもらうといつも新しい発見があって面白い。また読んでね。ネプティアヌ田中理恵、ロム小倉優衣、